どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあやっていきましょう。ペナントです。はい、練習していこうぜ。 OK。 さあどうよ、どれぐらい成長するか。ワイワンズパワーヒット覚えてほしいな。お、バウケット、ドイル、あー落ちる人と伸びる人の差がえぐい。まあ伸びてる人は伸びてるからいいや。オープン戦じゃ、とりあえず今年の、起用設定しておきましょうか。ベストオーダー。1番堀尾、2番小田に、3番野中。まあ、そうだね。で、4番、これね、俺迷ったんですけど、これ。こう行こうよ。メヒアに最初から最後ね、頼りっぱなしってのもったいないんで、僕はあえてエリスで使います。エリスを成長させたい。やっぱり。どうせだったら。結構の、2時若いしね。これからに期待したいんだよね。メヒア結構併殺とか三振とか怖いもん持ってるから。悪くはないが。で、そしたらセカンド西内が DH になる。西海が DH になるとして。で、諸星。で、長谷が、ガイアーなもうちょっと。高く使うか。若い選手を使おうよ、どんどん。高くを使います。で、で、池亀じゃなくて、俺ね、十文字を使ってみる。で、キャッチャー、井野で行こう。うん。だ、打線強化、主に。で、これコピーで、でちなみに、DH なしの場合は、セカンドどうしよう。お、小谷で行くかな、それとも、西海で行こうかな。どっちもどっちだ。でもまあ、パワー B ってのは魅力的なんだよね。だ、こうか。うん、そうだね。で、結構、こうもうオリジナル選手多めっていう感じでいこうかな。4番ファーストエリスは基本的に変わらない感じで。で、投手起用法としては、変更で。いや、まず、1軍2軍を変えよう。結構良さげな選手が多分いるから、まだまだ下には。今年使っていきたいような選手は多分いくらでもいるはず。例えば、そうだな。阿部選手なんか結構、あ、回復 F はちょっと気になるな。めっちゃいいけど変化球。とりあえず涌井選手がどう勝ってくれるかだよね。メッセンジャー、マルティネス、この二人がどう出るかなんだよな。結構落ちてきてんだよな。気になる。与座選手はまあ完全に絶対入れるとして、白木山名も入れたいでしょ。あと、ある程度能力が判明するまで、ちょっと、若い選手は待っておきたい。戸村。34歳。若い、山西さんまだ使ってねえな。海外留学で、まあまあ伸びたけど。どうしようか。飯田選手。ちょっとマイナスついてるのに気になる。まあでも、何よりこの田中健介と加山選手が結構入ってきたのがでかいから、これで行ってみますか。試しに。で、野手一軍登録で、どうしようかな。誰を下ろすか。ショート結構足りてんだよな。うん。だから、杉崎、まあ、結構いろいろ守れるから、いてもらった方がいいな。緑川と西海を入れ替える。あ、待った。ああ、溝脇さんも入れる。増田さんちょっときついかな、そろそろ。なんか成長してるとこは成長してるみたいだけど、37歳。内野要員として杉崎入れとこう。あ、じゃあ、溝脇。うん、とりあえずこれで行ってみよう。で、あと、で、これで投手起用法。まあ、基本はこんな感じでいこうかなと。中継ぎエースどうしようかな、誰でいこうか。いや、これ、あれだ、マキエ、加山が中継ぎエースだな。で、リード時。これでいこうかな。オッケー。ちょっとこれでいってみよう、今年は。じゃ、まず、はい、オープン戦です。じゃあ、高速試合いってみようか。まず、第1試合、ゴー。まず、マルティネス先発ですね。しょっぱな。外国人選手どうやって取るかだよなぁと。はい。
ワイバーンズ行って、あ、いいね。あれ、あ、でも、おー、点が繋がんねえか。でもまあ意外と、あれだね、想像以上にヒットは出てた。まあやられたけどしょうがない、これは。いつものひどい負け方ではない気がする。若い選手がどんどん育っている。それでいいのだ。そういえばこれだ。新戦力。トレードで、金銭トレード、あ、待って、依頼受ける誰かいる。制球力のある投手と入れ替えてくれと。インコースいやー、いらないな。何年目 ?2 年目、若いな。かわいそうに。巨人はどうよ。江尻選手。あ、ちょっと魅力、いや。セカンドは足りてる。いらない。制球力のある選手誰でもいいと。でも出せねえな。俺も依頼を出す。金銭トレードを出すか。どうしようかな。投手。指定なし。で、どうしようかな。スタミナがある。指定なし。選択できませんでしたか。ちょっと待ってくださいね。逆にこれあれか？金銭トレード欲しいっていう風には言えないのか。これ誰か。二軍の選手とか特に取りやすいんじゃない？もしかしたけど。意外といいピッチャーがいたとしたら、投手王国といえばどこだ？こいつ欲しかったな。神田。井口なんて結構欲しい気がするな。オッケー。はい。で、金銭、あ、お金を出してしょうがないな。で、これで俺ベテランの誰か、メッセンジャーを出すとしたらどうだろう。意外と40歳のメッセンジャー出したら。いや、一軍選手だもんな、でも言うて。誰か、これでどう？で、ちょっとやってみようか。大峰選手出したらどうなると。しまったー。しかしこれあれだな。外国人選手取れないの痛いな。金なくて。これはやってしまった。はい、それではスキップしていきましょう。2試合目。ゴー！涌井先発。引き分けた？あー、でもまあいいね、いいね。ホームラン出てるじゃん、ちゃんと。はい。おい、成長報告。成立すんのか、そもそも。メッセンジャー、支配僕。いやー、メッセンジャーダメだな。ちょっと、メッセンジャー出していいかもしんない、これ。若い選手と入れ替えで、誰か。ペナントレース開幕。あー、助っ人外国人取りたかったな、投手。つい、てっきり忘れてしまっていた。金がない、そういうことに関して。じゃあそしたら新戦力トレード出すか。トレード出す。投手王国。多分腐ってる選手いると思うんだ、これ。楽天とかに。小山。あー、31歳。うわ、じゃあ小川か。小川、二軍なの。31歳。あ、でも待って、古川いいな。海外留学でめっちゃ強くなってる。よし。古川、はい。古川トレードでちょうだいと。で、代わりに、うちは、メッセンジャー出すよと。これでどうだ？これ通るかな？ちょっとやってみようか。はい。成立したら熱いけど。あー、落ちていく。で、はい、次の日へ。特にはなさそうだな、なんか。蹴られてる？あー、まだわかんないか。向こう検討中ってあたりかな、きっと。はい。メッセンジャー落ちていくな。どうなんだろう、若い選手欲しいか、これ。お！いいね。はい、そして、我が軍の開幕戦。ついにやってまいりました。トレード成立させたいが、メッセンジャーと。
降るか、結構美味しい系、向こうにとって悪くないんじゃないなんて言うけどね。ということで、次回へ行きたいと思います。ついに開幕戦、お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。